M&A ファーストの田辺です。今日は令和3年度事業承継引き継ぎ補助金の専門家活用型の公募要領が出ましたので、そのポイントをちょっと解説の方させていただきたいと思います。はい、で令和3年度の分がですね、9月の17日に公募要領の方が開示されました。はい、で今までのね、あの緑のホームページの方では令和2年度の3次補正予算の分で出ておりました。でその専門家活用型の方がどうかったのかちょっとチェックをしていきたいと思います。はい、で専門家活用型の方は1型が買い手支援、2型が売り手支援ということで、この辺は変更がございません。はい、で実際のですねホームページ概要の方を見ていきますと、専門家活用型というのは何かと言いますと、M&A しますよと、これから M&A しますよと、でその時にかかる専門家に対する費用などをですね、補助しますよと、補助することによってこの M&A 事業引き継ぎっていうものをですね、まあ、円滑に進むようにですね、まあ、国としてもその専門家にかかる費用というところを、後押ししますよっていうような、立て付けの補助金になっております。はい、でスキーム図としては、このような形になっております。はい、でスケジュールの方、こちら非常にタイトになっておりますけども、公募期間が、今年の9月30日から10月の21日までの約3週間となっております。で交付決定日が11月の下旬となってますので、まあ、おそらく、まあ、11月の21日以降あたりになるかなと思います。はい、でその後非常にタイトになってるんですけども、事業実施期間が交付決定日、要は採択が分かった日、ね、ですので11月の21日以降になると思うんですけども、まあ、それから約1ヶ月今日の12月31日までとなっております。でそこから年明けて1月中旬、まあ、もうちょっとね先になるかと思うんですけども、それまでには完了報告をしないといけない。でその後3月に、まあ、補助金がおりますよというような、こんな事業年度内のスケジュールとなっております。ですので非常にタイトになっております。しかも今回ですね、まあ、計画審と同様事前着手でも認められませんので、もうこの交付決定されてから動くことになります。ですのでこの1ヶ月の間に要は M&A を完了してくださいねっていう結構むちゃくちゃな条件になってますので、もうほぼほぼ M&A のやることが決まっていて、あとこの年内のこの11月の21日から12月末までに、実際にもうクロージングするということがほぼほぼ決まっている案件でないと、ちょっとこの活用って難しいかなと思います。まあ、実際問題としてですね、11月の下旬から、FA を決めて、要はアドバイザーの人を決めて、ね、契約をして、で売り手さん買い手さん見つけて M&A して、でそこでデューデリとかして、でクロージングするっていうのを1ヶ月でやれって言ってますから、まあほぼほぼ、そのこのスケジュール通りに考えますとほぼほぼ無理な補助金になっていると思います。のでおそらくこの補助金を使う人はもう事前に今のうちからですね、もう実はもう M&A すると決まっていて、ね、で11月下旬まで少し待てるよと、で待っていてクロージングだけこの期間にやると、であとは書類はですねこの期間内にちょっと調整するみたいな、まあ、そのパターンじゃないとほぼほぼこの、ね、やつは無理かなと思いますので、まあ M&A のアドバイザーとしては今回のこのスキームはちょっと無理があるかなと思いますので、まあ、そんなに無理して使わなくてもいいのかなと思います。はい、専門家活用型の、ね、使う方は、まあ、ちょっと今回は無理して使わなくてもいいかなと思います。はい、で今回ですね、あともう一個プラスアルファになるんですけども、今回ですねこのお支払いする専門家の相手というのがですね、要は登録期間でないといけませんので、どのもうすでにですね9月21日までで終わっておりますけども、すでに事務局の方に登録しているような登録期間に支払うものだけが対象になっていきますので、それ以外の専門機関に支払う金額というのはほぼほぼ対象外になってきますので、そこもちょっと注意ポイントになります。けども今回ちょっとこのスケジュールではいやりましたって言ってもほぼほぼ嘘になります。ちょっとね、厳しいかなっていう気はします。はい、それだけ申しておきます。はい、で実際のこの公募要領の中身のところですね、まあ、金額ベースのところもちょっと確認をしておきたいと思います。はい、で今回補助対象経費の2分の1となっています。これ令和2年度の補正予算の時は3分の2になっておりました。でまた補助上限額も250万とちょっと減額されておりますので、
ちょっとですね、条件的には悪くなっております。ですので、もうほぼほぼ決まっていて、500万ぐらいキャッシュアウトすることが決まっていて、それちょっとね、250万ぐらいケアしたいなっていうケースで、まあ、売り手さんと買い手さんのね、スケジュールが、調整が十分可能、ね、プラス FA、もしくは仲介会社さんが登録機関に登録している、非常に協力的で、まあ、見積書であるとか、発注書であるとか、契約書の内容っていうのを調整できるっていうような前提でないと、まあ、ほぼほぼ今回はちょっと難しいんじゃないかなと思います。ですので、私もちょっとね、活用したいなと思っていたんですけども、ちょっと今回ばかりちょっとしんどいかなというふうにちょっと思っております。はい。とはいえね、ちょっとね、まだこの、全く使えないのかっていうことになりますとですね、ちょっと次の展開も見据えておいていただければと思います。で、令和3年度の予算はちょっと期間がタイトなので厳しいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、令和4年度のね、概算要求レベルではございますけども、すでに専門家活用型何かしら出てくる予定になっております。ですので、そっちの方がね、また、補助率、補助金額っていうものが、まあ、通常型に浮かれましてもね、400万までアップされてますので、まあ、800万使っていただくに対して400万の補助が出ますので、まあ、今回よりもはるかに条件良くなっておりますので、まあ、どうしても急ぎでもう決まっているって案件は、令和3年の予算を使うことも一つ、まあ、アイデアとしては考えていただいてもいいと思うんですけども、まあ、今回無理せず、まあ、もうちょっと先の、ね、M&A なのであれば、来年度の令和4年度の、補助金をご活用いただく方が、まあ、いいんじゃないかなということになっております。はい、ということで、非常にタイトで M&A のスケジュールをそこまで無理して合わせないといけないような補助金になってしまったよっていうのは、ね、まあ、結果としてね、そうなってしまったんですけども、まあ、本当タイミングが合うやつだけ使っていただいて、まあ、それではそんな無理して使わなくていいかなっていう補助金になってしまいました。はい、ちょっと残念ではございますけども、おそらく採択率はほぼほぼいい率で推移するんじゃないかなと、もう決まってる案件ばっかりですからね。ですので、補助率も高いし、最多件数はね、そこまで伸びないかもしれないんですけども、まあ、使える方はね、ぜひ使っていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回、事業承継引き継ぐ保育所金の専門家活用型の令和3年度版の方ですね、ちょっとポイント解説させていただきました。